皆さんこんこにちは島ニューースリポートです市では避難所に指定されている施設で今までテレビが設置されていなかった体育館などに避難所用テレビの設置工事を行います今年度の市の避難所対策事業の一つとして6月8日浜島小学校の体育館に避難所用テレビを設置する工事が行われました。今回の対策事業により 7月中に風水害時の避難所すべてにテレビが設置されます。今後はこのテレビを利用して気象情報など避難時に必要な情報を得ることができるようになります。 今までですとラジオのみの情報の収集だったんですけれども今回テレビを入れさせてもらってより気象情報、まあ、台風の位置であるとかそれらをこう得やすくなったかなというふうには思っております、えー、昨年度ですね停電がかなりありましたので停電対策として、えー、発電機それから LED ライト それから暑ささ対策とししててを購入させていたた。だきました、まあ、今年度ですね、えー、テレビのほかですね、えー、っと毛布それから、えー、ワンタッチテントであったり、えーまあ、備蓄の食料といたしましては、えー、アルファ化米、えー、それから、えー、液体ミルクですねそれから志摩産のひじきを使った、えー、備蓄食料を購入する予定でおります。